所沢に行くという、所沢でなんかこうライブ、ああいう野外コンサートということに関して言うと、すごくなんか自分たちで遠いもんだと思ってたからね、最初はね。ただやっぱりなんかアルフィのそのアコースティックのサウンドをね、知ってる、まあいろんな方は、なんていうのかな、アルフィっていうのは、まあこれよく話してることなんだけど、あるインタビューかなんかで、ね、アルフィの音楽ってのは室内向けだねっていうことを言われたことあったわけ。それでちょっとね、うんっていうことになってさ、そんなことはないぞみたいな。それでなんか野外にやってみようかみたいな話をちょっと進めてったって感じかな。所沢の野外コンサート用に書いた曲が「夢を急げ」だったり AD1999 だったり、今でもやってる曲だったんだよ。だちょうど「ダウト」というアルバムを出した頃だったから、それをこうキーボード2台入れて、ドラムを入れてフルセットでやったっていう最初のねコンサートであったし、なんかその中からなんか自分たちが初めてそのアコースの野外が似合わないと言ったアルフィがこれだっていうね、自分たちの中ではその後ろを振り返るよりもやっぱりこれからだっていう感じの方が強かったかもしれないですね。だからもう出た瞬間、まあアンプ音出なかったりしたんだけど、そうだ、そういえでば。もやっぱりその自分たちはその前に行こうというね、その気持ちはあったよね。だからそれでコンサートを重ねてき、あれそれからまた重ねていくわけだよ。その中で、まあ、とりあえずライブがこう順調になってきて、ツアーもできるように、まあ、多少なってきて、ところがさっきも言ったように、そのプロである、その名刺代わりであるヒットというものがね、ないわけだから、そのヒット曲を書かなきゃいけないという、ある種ちょっとプレッシャーみたいなものを感じつつ、どうしようかなと思ってたところだよね。だってさ、普通みんなから、もちろんレコード会社の人からはね、こういう曲は出そうとか言われてくるけど、メンバーからもさ、お前そろそろヒット書いた方がいいと、そりゃないだろうみたいなさ、そこまで言う、追い込むかみたいな、まあそれはまあジョークとしてもさ、そういうこともあったから、まあ自分の中でもちょっとは焦りはあった時だったね。ただ、そのライブやると、そういったものは忘れ去っていくけれど、でもやっぱりヒット曲はどうしても欲しいという。ヒット曲がないと、やっぱりそのプロとしての、別に僕らはその何だろう、アマチュアじゃないんだから、レコードを出すということはそれだけやっぱり、まあいい意味、採算を取らなきゃいけないという部分もあるし、だそういったところではかなり自分の中でプレッシャーを感じたね。感動というよりもちょっとやっぱり緊張感の方が強かったし、やっぱりそう、まずはずっと顔を上げられなかったかな。そんな感じがあったかな。ドキドキしてた。いや、やっぱり武道館というものは、まあ、ビートルズやったとこでもあるし、ロックのまあ殿堂レッでツ・ゼッしペリンがねやったとこでもあって、立ち位置がジミー・ペイジと一緒だった人が、まあそういった意味で武道館でまさかねコンサートができるということが、自分の中で、自分たちの中では、まあちょっとびっくりする出来事でありましたからね。なるほど。まだヒット曲がないわけだから、それだけそのコンサートツアーを重ねてきた結果がこうなったということの、なんつうんだろう、証が武道館であるならば、それはものすごく自分たちにとってみれば、これからの、なんだろう、まあ、ちょうど10年目なるとこだったから、ライブに行くぞという気合っていうんですか、そういったものはすごく高かったような気がするね。ハードアルフィーっていうのを前面に打ち出してきて、それをこうやっぱり、まあいい形でコンサートに結びついたってことかな。夏のまあ一つのワンナイトドリームでもあったから、84年はね、そういった意味では結構なんだろうな、一応結構緊張してたよね、あの日もね。まあ緊張しないライブってないんだけどさ、順調な時ほど慎重にならなきゃいけないし、僕の場合はね。だからそういった部分で下からこうダーッと来たから、いつか必ずって思いもあったし、ただそれがこううまくいきすぎても、ちょっと待てよっていう気持ちにもなるし、まあ、大丈夫かっていう自分でのエンジンブレーキをかけるようにしてたから、そういった意味ではすごくそういった緊張感はあえて持つようにしてますね。長くやるにはそういったものが必要だから、誰もやっぱりいい時はね、誰だっていいんだよ。お、何最やっ高てだくね、るの？最高だねとみんな言ってくれるわけ。それはね、永遠に続くわけがないんだから。それはやっぱりある程度のその自分で知っていないと、それはもちろんだから。
下からこう来たからこそそういったものは分かってると僕の中ではね思うんだけどね。まあバンドっていうのは大体つまらん確執があったりとかするらしいじゃない、そのいろんなことでさ、うん、そういったものは全て超えてる存在であったから俺たちの中はね、うん、で俺だってやっぱり2人がいなかったらこれほどの楽曲を作ることはできなかったし、うん、その3人でいたからこそ乗り越えられてきたその試練、まあ一応壁とかね、うん、そういったものはあったわけだから、うん、3人がいてのアルフィーだからやっぱりこう彼あの坂崎や桜井がいて俺がいてその中でやってきたことだからこれは貴重な時間であるし貴重なその体験でもあるし、やっぱりたった一回の人生をね同じような夢を持っている仲間とさなんか一つ突き進んでいけるっていうのはとても幸せなことだと思う。だからこそそういった意味では自分なりの緊張感を持たせようかなというか、なんとかデイズっていうの3デイズとかつけたら多分僕らが最初らしいんだけど、まあ、連続3日間あのスタジアム6つもなかったらしいんだけどね当時は、まあ、僕らはそういうことはあんまり気にしてなかったから自分たちは自分たちの道で来てただけでたまたまね3デイズになったというなんて言うんだろう、ニーズがあったっていうの見たいって人がいたからじゃあそのぐらい増やそうとそういうことで、まあ、自分たちがそのまあ、その膨らんでいくものに追いついていたのかどうかちょっと疑問だけど、まあ、とにかく膨張しつつあったね、ものすごくすごく大きくなっていったし、はいはい、そして83、84年はとにかくベスト10番組が2つあったでしょ当時毎週出てたわけだよね必ず。それでライブ中継が多かったしそこで知った人もねたくさんいると思うからそこでまたみんなアルフィーに興味持ってくれてコンサートに来てくれる、でどん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 増えていく、どん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 大きくなっていくっていう。当時はそのまあニューミュージックロックもそうだけどテレビに出ることがあまりこうかっこよくないと言われててほとんどのバンドのね方とか、まあ、先輩たちですけど、はい、拒否してたんでじゃあ出ようかなっていうねまあそういった、まあ単純でもないけどまあそういったその思いもあったかな、うんうん、だからまあそのベスト10番組には出続けて、まあ、入った以上はねやっぱりそういったそのリクエストが多かったから、はい、僕らの場合、うん、リクエストされてしてくれるファンのためにもね出た方がいいかなという。82年から、85年というのはですねやはりこう83年にあのメリーアンというね自分たちの名刺が、できたんでなんかこうその勢いでこうバーッとこう吹き出すというかなんか自分の心の中から溢れ出すというかねなんか、うん、そういう感じでいくつも曲ができたこうなんかこう自然に浮かび上がってきたっていう時期でもありますね。今まではこうなんていうかなこれやってもあダメかとかねこっちやってもまたダメかみたいなねそういう感じだったんだけど、まあ、あれ以降こうすればいけるかもとかね、こうやったら、うん、こうなるだろうみたいなある程度予想が立ったというか、まあ、そんな感じで、曲がいくつもできたような気がしますけどね。でそれでまあ今年2004年、まあ、82年から考えたら22年ぐらい経ってますけども、まあ、希望の橋で、ちょうどねベスト10 37作というかねファンの方々のねおかげですけども、37作連続ベスト10入りしたというんですけどねその最初のきっかけがやっぱりそのメリーアンでしたからね、まあ、あれがやっぱりこうヒットしていわゆるこう僕の中でこう抑えられていた音楽のいわゆるこうなんだろうな、まあ、自信っていうのかな一種のねそういったものが生まれてきたのかなっていう感じがしますね、まあ、とにかくこう我慢して、抑えてたことやあるいはこう長年レコーディングしてこう培ってきたこと、うんまあ、そういうレコーディング技術とかねそういったものをこうもう試したことがね一気にこう花開いた時期かな、うん、そんな気がしますね、まあ、アイデアも、まあ、曲を作るのは一つのアイデアもあるんですけどアイデアもこう溢れ出すっていう感じそれがね当時の
82年から85年の間っていう感じかな。まあ溢れ出すっていうぐらいですから、この温泉こうね掘り当てたっていうか、まあ、とにかくこうどんどん出てくるんで、早くレコーディングしたいというかね、まあ、頭の中で曲が鳴ってる状態っていうのは、まあ、初めての経験だったかなって気がしますね。まあ、要するにこうそのメリーアンっていうのはまさに自分たちではシングル用に作った曲じゃなかったんだけど、まあ、あれによって自分の中で眠っていたいわゆるこう創作魂を呼び覚ましたというか、まあ、そういったものを改めて教えてくれた楽曲でもあるかな。まあ、それまではね、例えばこうなんだろうな、こうボサノバとかタンゴ、あるいはフォーク調の曲からポップ調の曲までね、要求されるままにね、あらゆるこう音楽をこう作ってきたんだけど、まあ、当時ね、いろいろこうアルフィー、まあ、批判まではいかないけど、いろいろね、こうなんだろうな、アルフィーとはっていう中で、アルフィーっていうのはもういろんな曲やりすぎとかね、売れない原因はこうバラバラな音楽性だなんてよく言われたこともあったんですけどね、まあ、すごくそれは自分自身で、まあ、ちょっと気づいたこともありましたけどね。ただやっぱりこう一曲メリーアンが出たらね、そのバラバラな音楽性から幅広い音楽性にこう評価が変わってしまうというかね、これがすごく、まあ、この世界なんだなっていうのをね改めて感じましたけどね。まあ、一曲こう出ることによって自分の心の中にあるねものがすごい解き放たれたという感じもしますしね。まあ、それまでだったらメリーアンの前だったらこうなんていうの、プログレーマガイの曲を作って持ってってもね、やっぱり大体みんな首をかしげてた人が多かったんだけど、メリーアン以降ねそういった曲を作って持っていくとすごいとかね、これは最高だ高見さんなんて言われちゃって、もうねやってることはあんまり変わってないんだけど、やっぱりこう見え方が違うというかね、まあ、これがいわゆるヒット曲のマジックなんだろうなっていう感じはね、したけどね。いわゆるその当時時代っていうのかな、まあ、僕らの音楽と時代がうまく合致したんだろうね。まあ、とにかくこのヒット曲というものが自分たちのこの足元を改めて照らしてくれたというか、そしてそのそしてそれをね、なんていうかな、先まで、まあ、今後の道まで指し示してくれたような感じがしましたね。だからそういった意味で考えたらメリーアンは重要な曲なんだなという感じがね今思いますけどね。まあ、これも、まあ、いろいろこういろんな曲を作ってきたのもやっぱり、まあ、2人がねいたかし3人でやってこれたからっていうこともありますけどね。とにかくこの82年から85年までは、脇目も振らず一心不乱にこの走り続けた3、4年だったかな。まあ、自分の思うままというか、まあ、そういった思いが、ね、86年のベイリエまで続くんだけど、まあ、いわゆるこうその頃はねちょっと俺に任せろとかね行くぞみたいな、なんていうかな、もちろんこう2人がいたからそういうこと言えるんですけどね、なんかこう自分なりにこうなんていうのかな、体育会系のね、キャプテンのノリでフォーメーションを作ったり、まあいい意味で最初のほんの小さな自分の中での円熟期だったのかなという、そんな気がしますね、あの頃は。